ニューキッズ、オンザブロック、ニューキッズ、オンザブロック、ニューキッズオンザブロック、略して宴会を TV とする場合もあるは、アメリカ合衆国マサチューセッツ州出身の5人組、ボーイバンド、モーリススターによって1984年に結成され、1994年に解散した。ビルボードの全米シングルチャート第1位に輝いた。ステップバイステップは、世界的大ヒットを収め、 日本でもよく知られる代表作である。2008年4月4日、正式に再結成を発表。新しいスタジオアルバムのリリースとワールドツアーを行った。1980年代初めに黒人 R&B グループニューエディションを発掘したプロデューサーのモーリススターは白人版ニューエディションの結成を思いつく。歌って踊れる白人の子供を探して地元ボストンの学校や タレントショーを回り、1984年に15歳のドニー・ウォールバーグに出会う。その場でドニーはスターにラップを披露し、グループ最初のメンバーとなった。ドニーの友人であるジェイミー・ケリー、14歳のジョーダン・ナイト、兄の16歳のジョナサン・ナイト、15歳のダニー・ウッドもグループに参加し、学校が終わるとスターのスタジオに集まり歌と踊りのレッスンに励んだ。当初、 ドニーの弟のマークも参加していたがすぐに脱退。ジェイミーも学業専念を理由に数ヶ月で脱退したため、スターは新しいメンバーを探すこととなった。12歳のジョー・マッキン・タイヤが参加、ナヌークというグループ名で、学校やイベント等でパフォーマンスを行うようになった。やがてスターはコロンビアレコードにグループを売り込み、契約に成功する。しかしグループ名を変更するように言われ、 ドニーが書いたラップ曲のタイトルニューキッドソン・ザ・ブロックをグループ名とすることとなった。1986年4月にデビューアルバムニューキッドソン・ザ・ブロックをリリースするがセールスは失敗に終わる。グループはショッピングモールやクラブなどでの下積みを続けながら次のアルバム制作に取りかかる。1988年2月にセカンドアルバムハンィン・タフをリリース。 あるラジオ局が、ファーストシングル、Please Don't Go Girl を取り上げ、ラジオで流し続けたことにより、人気が出始める。同じ頃、ニューヨークのアポロシアターでパフォーマンスを行い、大成功を収める。その後、当時人気のあった歌手、ティファニーの全米ツアーの前座を務めたことにより、人気が爆発。ツアー途中で、グループがメインアクトになり、ティファニーが前座になるという事態まで起こ。 セカンドシングル、You Got It は、全米チャート3位。続く、I'll Be l o v i n You ハンディンタフは1位を記録。第16回アメリカンミュージックアワードでは、最優秀ポップロックアルバム、最優秀ポップロックグループの2冠を達成した。1990年5月には、サードアルバム、ステップバイステップをリリース、同名のファーストシングルも1位を記録する。 ファンクラブの会員は全世界で10万人以上、1日に届くファンレターは3000通を数えた。チャリティ等へも積極的に参加、ノードラック、スティスクールなどのメッセージを掲げ10代のロールモデルを果たす一方で、あまりのファンの加熱ぶりや、マスメディアへの露出方、大企業によるツアーのスポンサーシップなどから批判の声も聞かれるようになった。 1991年頃よりグループはアメリカでのツアーを控えてヨーロッパやアジアでのワールドツアーを行った。またメンバーのドニーが弟のグループをプロデュースするなどグループ以外の活動も行うようになった。同時期に松田聖子のシングルザ・ライト・コンビネーションへ参加。ドニーがデュエット相手を他メンバーがバックコーラスを務めている。 1992年初めに約1年ぶりのシングル、If You Go Away をリリースする。同じ頃、かつてのスタッフが、セカンドアルバムの80%はプロデューサーが歌っており、グープが歌っているのは20%にしか過ぎないと発言。初めは取り合わなかったが、マスコミがこれを大きく報道し、大騒動となった。そのため、ツアー先のオーストラリアから急遽帰国して、 アーセニオホールショーに出演、インタビューとパフォーマンスを行い報道を完全に否定した。同年4月、長期にわたるツアーを終了し各自休養に入った。休養後、グループはスタジオに戻り新しいアルバムの制作に取りかかる。グループ結成以来のプロデューサーと決別し、テディ・ライリーやウォルター・アファナシェフ等にプロデュースを依頼、また各メンバーも積極的に曲作りに参加した。 グループ名も、宴会を TV と改め、1994年1月にアルバム Face the Music をリリースする。ファーストシングルの Dirty Dog はそれまでの彼らのイメージとは、かけ離れた内容で、プロモーションビデオは一部のテレビ局で放映禁止となった。セカンドシングル Never Let You Go は、チャートにすら入らなかった。それまでに作り上げられたクリーンなアイドルグループの、 イメージを払拭できず、いわゆるティーンアイドルから大人のアーティストへの移行は失敗した形となった。アルバム発売後、小規模なツアーをアメリカとヨーロッパで行うが、途中でメンバーのジョナさんが脱退。これがきっかけとなり1994年6月にグループは解散した。1999年に MTV が MTV ビデオミュージックアワードでの 再結成パフォーマンスを2001年には VH1 の番組バンドリーナイテッドが人よ限りの再結成を依頼するがグループによる自発的な再結成ではないため実現しなかった2007年12月にファンが所有していたドメイン nkotb.com を譲り受け2008年1月26日にグループのオフィシャルサイトがオープン同日 ピープル氏がグループの再結成を報じる。2008年4月4日、NBC のトゥデイショーに5人揃って出演し、再結成を発表した。2008年5月13日に先行シングル、サマータイム、9月2日にアルバム、ザ・ブロックをリリース。ワールドツアーに定、2008年9月から12月、アメリカ・カナダ・メキシコ、2009年1月から2月、 イギリス、アイルランド、ドイツ、フランス、オランダ。3月から4月、アメリカ、カナダ。6月から7月、アメリカ、カナダ。8月、オーストラリア、キャンセル。2010年5月から6月、アメリカ、カナダ。2012年6月、アルゼンチン、ブラジル、チリ、ペルー、メキシコ。バックストリート、ボーイズとのジョイントツアー。エンカヨ TBSB ツアー。2011年6月から7月、アメリカ、カナダ。 2012年4月から6月、イギリス、アイルランド、オランダ、ベルギー、スイス、ドイツ、デンマーク、スウェーデン、ノルウェー、オーストラリア、インドネシア、フィリピン。2014年10月9日、ハリウッドの殿堂入りを果たし、ハリウッドウォークオブフェームにて、メンバー全員が参加して、星型プレートを埋め込むセレモニーが行われた。東京ドーム公演は、テレビ朝日で放送された。ワールドツアーでは、 世界各国でコンサートを行い、メンバー最年少のジョーは家庭教師を同行させていた。コンサートのほか、1988年秋、1989年春、1993年秋にプロモーション等のため来日している。アメリカではアニメになり放送され、日本でもビデオが発売された。原宿の竹下通りに、 ニューキッズステーションというアンテナショップがあった。そこにはメンバーの親などが来て握手会が行われた。1989年のシングル This One, s for the Children の売り上げは UShip 全米農政麻痺協会に全額寄付された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。